お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、負けさくん6日目やっていきたいと思います。さあ、引き続きこのデッキでやっていくんですけど、コメントでですね、このワイルドカードかな、はい、これがすごいもったいないという意見をね、いただきました。はい、使ってなかったんでね、まあ、ワイルドカード使うとしたらマスケタルあたりはね、育てておいてもいいかなっていう。あとは最終的にスケもほぼ確率使うと思うんで、まあスケも上げとくかな。まあレベルこいつはあんま関係ないけどね。さあ、ということでスケ上げて、さらにスケ上げます。で、まああとは墓石は最悪メガナイトにも入れれるのと、まあスケラにも入ってくるかなっていうので墓石にします。さあ、ダールベ6です。いや、ゴリゴリ上がる。墓石を上げてく。墓石8。せっかくなら使うか。スケブ強いけど、まあ墓石にします。で、墓石上げときます。で、スーパーレアマジで悩むんすよね。まあ、上げなくてもいいのかなっちゅう。まあ、有力候補はタルババかなと思うんですけど、取っといてもいい気もするな。でも他スーパーレアで上げたいカードもないんで、まあ上げとくか。さあ、まあいろいろ考え、いじったのがこちらですね。無料ももらい、宝箱も開け、でタワーレベル6になったので、これも開けれると。いやー、普通に強いね。いや、バレルこれ使い得っすね。さあ、序盤のゴブリンバレル8はさすがに壊れたと思うので使うか、まあ、今だけ使うって感じっすね。最終的にはね、やっぱトレネで緊起動されたりとかされるんで、いらないかなっていう。いや、これタルババなくすぐらいだったら多分このままの方がいいので、ちょっとバレル我慢します。さあ、ということでこちらでいきましょう。現在トロフィー1000です。結構イニレベ上げてるので、スラスラ勝っていきたいとは思ってるんですけども。さあ、で墓石入れたので、まあ防衛力上がって、最悪バルーンとかホグも誘導できるんで、まあそこはちょっとできる安定感があったんじゃないかなと。オーケー。いやー、美味しいね。インフェ3です。しかも格下です、なんなら。さあ、これはスケで時間稼ぎながら、このジャインの後ろに行くようなマスケで守っていく。いやー、勝ったんちゃう。なんだこれ、墓石で寄せて、これ右サイドのマスケで、あのジャイをね。いやー、殴んねえか。さすがに。今から殴ったらさすがに遠すぎるというか、射程でかすぎ。いやー、墓石たる。いや、めっちゃいいね。勝ちました。いや、順調ですね。まずは第1試合目と。まあ、ユニテール高いのとね、マスケがね、だからやっぱ最終的にはウルトラの力を借りたいじゃないですか。で、ウルトラで格上に強い、まあメガナイト、インドラあたりは結構濃厚かな。そう、遅延スケラーにたどり着くまでの時間稼ぎとしては、まあそこが濃厚。メガナイト、インド、マスケ、ね、ヤナアメとか、ヤナアメタルとかのデッキを使おうかなって感じかな。で、まあ、そこにゴブリンバレル入れようが、まあ、バルーン入れようが、なんでもいいかなっていう。まあ、最終的にでも本当にもそのデッキになるかもね。そしたら、メガナイトインド。か、他だったら、まあ、遅延スケラのインド型。やっぱ格上に対してね、勝ちたいってなると、インドラがま、必須レベルというか、あいつ火力お化けじゃないですか。そう、ユニレベそんな、なんだろうな、上に格上に対しても、そう、結構の火力出せるから、まあ、そうなった時に結構使いたいよねっていうのが。おー、さあ、古城馬場、まだ一回も出会ってなかったね。え、てか、俺のタルスター強すぎてアーチャー引き殺した。やば。いや、めっちゃいいスケだけど、これユニレベ、暴力が、さあ、まあ、タワーレベは一緒ですね。にゃーい。まあ、ヤーナーム打たなくてもいいか。いや、まあジャイマスケだけで、なんか納得やっていきそう。でもこれ、ジャイマスケだけで、一体いつまでやっていけるんだろうねっていう話なのよ。そう。まだトロ1000だからね。1000でちょっと必死になってるからね、俺まだ。今ね。そうだから、後々はちょっとね、どうだろうっていう話よ。まあ。順調ですよ、と。で、トークンも受け取り、割れたかったんだか。さあ、このパースも受け取っていくと。で、ランダムになるときは、しっかり使っていくんだね。いや、スケルトン強化期間入るっすね。まあ、デッキ絞れてないのはね、ちょっとこう、もったいないというか、ね、正直苦しい部分があるんですけど、まあそれはもうね、しょうがないですね。この初期にやっぱ手に入んないカードもあるし、
まあ僕もなんかこの1個のデッキをこうずっと極めてるっていうタイプの人間でもないので、まあなんか本当に何でもっていう人なんで、まあ本当状況状況でなんかユニレベがね仕上がりそうだったらこっちに変えてみたいな、まあいじりながらやっていきましょうか。なんかデッキはこれ使いますって、まあ固定せずに、はい。まあ今回そんな感じでね、まあワイルドカードはちょっと積極的に使っていきたいですね。さあで今回は全然格上でもなく、なんならトントンぐらいの同じような、やっぱユニレベこんぐらいで一旦ステイするんですね、みんな。いやボス的8が結構いい味出してる。 OK! さあめっちゃ順調です。おいタワーレベ7初ですね、多分今まで6までしか当たったことなかったので、まあ、7になってどんぐらい強くなってるかっすね。おい高いね。あーしかもこれスパセルのね、ID とつなげてるよっていうニワトリスタンプなんで、まあほぼ格のサブ赤ですよっていうやつっすね。うん、まあジャイフタで時間稼ぐものの結構溶けちゃうね。そう、まあ、間違いなくうまいっすね。うん、今んとここのスタンプですね。スパセル ID とつなげると関連させると手に入るスタンプなんで、まあ初心者の方は多分そんなつなぎ方を知らないんでね。おいスケベ Q じゃん。いやーいいんじゃない、おもろい相手引いたんちゃう。まあ、なんか特別格上でもないっすよね、やっぱ。1、まあ1、2、まあ9はやばいな。俺も足るだけ9とかなんで、そこのね、ギリ共和できる。で、今回多分ゴブリンバレルをね、メインとしてる、多分ジャイとかの盾がないんじゃないかなっていう、気はしてるんですよね。で、僕らなんてこういうのも許容受けして。いいね。まあ問題は俺これジャイが入んないと、ファイボとかは、なんだろうな、攻めカードがないので、単純にこの、タイブレイクで負けるっていう引き分けになった時点で僕負けるんですよね。そこだけちょっとね、怖いっすよね。いやー、うまいミニペッカですね。いや、でもこの数発入れば、このままドローになれば俺の勝ちかな。いやー、このミニペ怖えな、これ。いやー、さすがに入んない。おー、危ねえ！ガチで怖い。本当に怖い。さあ、でもね、このトロタイで負けるとはね、思わないんじゃないんでしょうか？ある程度できると。開き直りのホレイ、来ましたね。まあ、さすがに。まあ、相手の攻めカードがなさそうっていうのが、僕からしたら救いっすね。で、ここはまあ、矢の雨あるんで、まあ、スケルトン部隊来るとまあ、突破できないんですけど、矢当たる、こう使っちゃうとね。まあまあまあ、今回はもうほぼ溶けてたんでね。でこのバルキリーとかも抑えていかなきゃいけないと。いやこのミニペックちょっともったいなかったな。延命される？うん。さあタイブレーク対決になりそうだね。なんかこういう相手用にそれこそこう、まあロケットとかむずいけどね、なんかこうやっぱゴブリンバレル入れたりとかしないと、まあダメージがやっぱ通んないですよね。あれともこうヤナーム削りとか始めてんのかな。さあ形組んでいく。いやこれはねやっぱ突破できないですからね、本当にガチの矢波削り対決になる。いや本気に矢波削り対決になるかも。さあ蓋してあげて、いやガチで削れないっすね。まあヤグラ打っとくか。いやーこれやばいね。待って普通にもしかしたら負ける？相手ちょっと回転早いのも嫌だね。さあ、タルダメージ抑えて。いや、いい。ちょっといいね、カウンター。でもやっぱダメージ取んないですね。もううまいと。お互い、鉄壁すぎて。うん。いや、でもジャイ、スワーツ入りそう。一発でけえ。ガチこの一発でけえ。さあ、お互い端前勝ちたい対決。まあまあ、タルぐらい転がして、もう一回後ろからユニット貯めようか。やばいよね。なんか普通に
対等。いやーで、ここで矢使っちゃうとっていうのあるけど、ベビーが残れば話は変わるのと、ワンチャン低めに来れば扱ったけど、いやいや来た来た来た、オッケーオッケー、おい危ねえ。いやーこれマジで相手がある程度できるとこうなっちゃいますね。おい、ナイスホレイナイスホレイ、よしよしよし。まあ、削りっていう部分でゴブリンバレーを入れるかどうかっていうね。まだぶっちゃけゴブリンバレー入れててもやたる持ってるとね入んないっていうね。おお、ペッカンロック、なんか今みたいな相手でガチで最後に呪文で削ってくるっていう本当に上手い人と当たった時に終わっちゃうんですよね、ゴブリンバレル入れてなきゃ。でも柳雨なくすとな、スケルトン部隊突破できないしな、タルーフレベル9だからなっていうので、マスクベビーはね対空枠で必須なんで、まあなくすなら好きだけど、いやー好きはやっぱデッキ安定感として欲しいですねって。今回 YT 書いてんだけど、本当にトロ1100で YouTube やってるやついる？クラロワで結構レアっすよね、すごい超有名ぜ。いやー怖いね、もうこのスケスパーを相手がしてきたらもううまいからね。やる、打っちゃう？いやー怖いが打ちます。樽がないんで一応ゴブリンバレルだけちょっと警戒して、さあ宝石置いて、あれ普通に何も出してこないタイプか。あれお主さてはスタンプしか出さないタイプの、普通にゴブリン来た。この YT に、ういさあゴブリンバレルやっぱ人気ですね。ジャイのまあミニペでもいいんだけど、ベビーかな、スケブ突破できんのと、まあなんか空飛んどくだけでいいやろっていうこのベビーの、うん、ダスアーツ入ってく。いやこれスケ追加して待つと、あーもうでかい。いやめっちゃいいファイボだもん、ファイボだけもガチでうまい。うん、まあ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 、やっぱ相手がゴブリンバレルだけ、まあファイボもあったんでだけってわけでもないけど、まあゴブリンバレル守っとけば多分勝てそうなんで、でババとか出てくんならね、ファイボもすぐ欲しくなってくるっていう難しいところだよね。本当に安定感っていうのがねやっぱむずいよね。いやレベル9強っ、ずるやんっていうね、ガチずる。さあここにはヤナアメと、まあ墓石を置いてずっとこれイモイモできるのってさては強いね。これなんか事故をなくせる、これで墓石を置いて、もうこんなねちまちました攻めだけでプレイしたたいていく。いやーこれマスクで倒れっぞ。いやいいね。さあで後ろからユニット咲いて、端前じゃいかな。いやー墓石いいねガチで。よいしょ。さあミニペでしっかりタルで守って、いや波だけ打ってあげればって感じかな。でしかもボンバーまでいけるっしょ。引きオフナイス、引いちゃえ引いちゃえ、どん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 やっちゃえ。あーゲーン、いやいいね。まあ、墓石な欲しいよね。なんかさ最悪バルーンとか引いてさ対空なくてもさ時間稼げるじゃん。なんかファイボとかあるならあれだけど、ファイボもないんで、ほんと空がね来た時ちょっと怖いっていうね。まあ、ないと思うんですけどね今はまだ。 OK さあ YT 撃破インフェビス、まあマジで両方使わないっすね。まあ、持ってないインフェにします。さあターレベ5サムエル下がっていく。うん、激強引きたいですね。もう5ぐらい格上来ても今なら勝てる気がする。来いやエヴァー639。うん、女性に振られた回数639回。なるほど、おめでたいですね。いやーなんか地味に嫌だねそれ。うわ待って、普通にやばい、ガチやばい。え待って本当にやばいかも。やばいやばい本当に怖い。気ぃつけなきゃ今回持ってかれるっすね。
まあ、全部がレベル8か、まあ、僕高いので、まあ、8の、まあ、樽が9か、全体で言うとまあ7なんで、平均的にはちょい高、まあ、ちょい高ぐらいなら。おい、さあバルキリーナイト、これが最強の形か。トロフィー1100体の、さあ誘導して時間を稼いで、まあミニペッカが今いるんですよね、このサイクルで。今ジャイ行っちゃうと、そうなんで、まあここはミニペ行かずに、てかジャイ行かずに、まあおとなしく引きこもって使わせてからのでもいい気合します。ミニペをね、ミニペいなければな、ジャイぶっ刺さるんですけどね。あ、飽きたっすね。ここだから耐えて、いや樽がね強いのは熱いね。でここでカウンターでね、いや残ってほしい。ベビーが、いやベビーミリでも残るの熱い。でヤナメかスケブ来るな、俺らがちょっと間に合わんな。いやーギリセーフ、よし。いやーでかい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 、ちょっとだけね、まったくか、まあ、まったくヒヤヒヤせんかったっすわね。危ねえ危ねえ危ねえ。ふう、さあ三重子の完成よ。自家生産しね、オッケー。さあトロ1200です。でワイルドカードも受け取りながら、オッケー。まあ特にね成長はないよと。タワーレベル6、アイドート、ハイスハイスヘイスアップ、ワッツワッツ、これ絶対名前にするような文じゃないやろ絶対。うん、それだけはねなんかわかる。うん、意味はわからないけど名前にするような文ではなさそうだな。アイドント考える必要もなさそうだな。おい、ガチで順調すぎる。うん、しかもなんならこれマジで35まで回収できる。熱い。さあタワーレベル7来ましたね。タワーレベル7ってやるのは人生2度目このアカウントで。おディゴ、ちょっと待ってやばい、初ウルトラ出会いましたね。いやレベル9ディガーはね強いね、これやばいね。うん、さあ落ち着いて、いやキョスケもレベル7ね、なかなか強いやん。さあまあキョスケのバカに巻き込まれたくない。いやジャイで釣る、いやいい、いやマスキは行かれないよね。一応ヤナメだけ持っとくか。うん、いやディガー9はねガチで普通に嫌だね。うわーババか。まあまあ7レベルだからね許せる。これでも9とか10、全部が90とかだったらね、さすがに、えぐいけど。ディガーはもともとユニレベ高いんでね。さあ、墓石で受ける。いや、でも、ジャイのこんだけダメージ入ったのでかいね。普通に、普通に勝った。いやー、まあ、ディガーか、いいな。だって、このトルタイでさ、ディガーを持てるってさ、もうガチャ運だよね、ぶっちゃけ。宝箱の運みたいなとこだよね。あなたは神に選ばれたんだ。クララに選ばれた男。いいな。チョルモシーな。まあ、贅沢は言わないから、本当に贅沢は言わない。ガチで、なんだろう、その、ね、スケラ欲しいとか、そんなのもね、言わないんだよ。メガナイト欲しいとかも言わないから、ガチで、本当にディガーくれ。俺にディガーを。お願い。アイビスでもいい。いやー、もう最悪プリンセスでもいいわ。うん、でもスパーキーだけやめて。うん。なあ、インドルでもいい。トリトンでもいいわ。なんかウルトラくれ、俺に。よいしょ。これさ、ディガー持ち倒したから、俺がディガー相手のからもらえるみたいな、そういうルールなかったっけ？相手のね、カードもらって、俺の逆にいらないウィザードでもあげようかなっていう。あれ？そういうルールじゃない？さあ、ペッカを授かりそうですけど、キョスキにします。いや、キョスキはワンチャンあるよね。普通に使える、まあ、使えない、まあ、まあ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 、使えないことはない。さあ、なんならここ勝てば、ホグ、コウモリ、ザップがアンロックされます。1300人いけます。さあ、来た。うわ！ボスや、ボス、タワーレベル8。ガチ集中。ヤナメあるでけえ。いや、これでさ、ヤナメでね、倒れないはやばいわ。プリンス10はガチで。褒め言葉で、キモい。うん。いい意味のね。そう、いい意味ですよ。いい意味のキモいっすね。うん。
ガチで本当にやべえ。まあまあベビーが8なのは救いだけど高えな。ヤナアメとかでゴブリンバレル処理できないが、まあ一番言ったら発狂するじゃないですか。でもタルがねレベル9だから多分11ぐらいのゴブリンバレルはね処理できるからね、そこはいい話。ふう、いやイエネーベ高え、ガチでプリンス10やばいね。いやはいい、でも結構やる。タルババだ7っていう、かわいい。タルババだけ低い。さあ飛んでくる。いやー横にずらすエッチな技も知ってんね。やるね君、エッチだね。うわー、さあディガーも来た。これディガーがねターゲット取ってから出した方がダメージを抑えれます。で逆サイプリンスを考えて1個上にしとくと多分逆サイプリンスも釣れる。うん、いやーこの序盤のダメージマジでかい。ぶっちゃけだって俺の攻めさ、プリンスミニペ、ミニペ言ったっけ覚えてないけど、なんかあいっぱいいたらさ通んないよね本当に。そうだからこっからも引きこもりでいいんじゃない。まあ攻めたら負け筋っすよね。カウンター来て GG ゲーミング終わりなんで、まあこのベビーも生贄、あーウィザードね。いやちょっとなんかカードサイクルがむずいっすね。これミニペとかつけてくんのかな一瞬。おー、いやー男の許容、いやガチで俺さすぐ許容しちゃうからさ、許容したことによってさ大ピンチになるんだよね。え待って本当に無言にします、ガチで。いやうまいってそれ。相手ファイボ系でも今んとこ冴えてないんで、いやベビーミリペ、いや入んねえか、うまっ。いやウィザードやばいね。いやマスケベビー、いやもんで俺タイブレイカーで負けるのだけはマジで避けたい。本当に削んなきゃいけないっていう、これがねマストであるんだよね俺に関しては。引き分けだと負けなんで勝たなきゃ負けです。いやでも勝てそう。いやー怖いって本当に、ビビらすなよな。ねえユニレベでさビビらすなよ、余裕じゃねえかよ本当に。ふう、あぶねあぶね、全然余裕だったなマジで。よかったよかった本当に。オッケー、さきました。1300呪文の谷です。でもこの辺がアンロックされましたね。さきました。あーなんでエメで売るねん。いやエメは課金していいっていうルールないんで買えないっすね。いやこれマジか、お金で売ってくんね。金は使います、運営さん。あれでも待てよ、あれ待てよ、セールは買っていいっていうルールがあるので、この250分のエメを追加すればいいんだってことで、まあ使わないかもしれないけど、この610円のエメラルド買っとけばいいんですね。まあセールなんで、はい、これはルールにのっとって課金します。さあエメラルド購入いきます。スマホの宝箱、ガチで熱いの欲しい。いやー、ホグはいらない。ファイボは熱い。ババはいらない。ジャイは熱い。あ、オルガいらない。ロリババは熱い。あ、ベビーも熱い。いや、結構熱いやんけ。まあ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 、ホグはいらんな。いやー、ファイボか。ファイボちょっと強そうだな。ヤナアメの枠、正直ファイボでもいいかもね。でもね、スケルトン部隊をさ、飛ばすのをメインで考えるとスケブに5かってなるんだよね。まあレベル差と万能でいくとこうだね。まあスケブよりザップでもいいけどね。さあそういったところで今日結構順調でしたね。はい、マジで履歴見ても負けなしです。一回も負けてません。現在1300、どこまでいけるのか。また明日の動画もね皆さんチェックお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。